北の部屋です。そしてボードも贈呈させていただきます。おめでとうございます。はい、高島様ありがとうございました。受賞の感想をお聞かせください。エンゼルスの宮本リオです。今何が起きてるかわからないぐらい頭の中が真っ白なんですけど、私はファイナリストに残った時に出題してからなので、すごくこの日が来るまで不安だったんですけど、ファンの皆さんから毎日声援をいただいて絶対に取るぞと今日のステージを迎えました。なので私の一つの夢がこうやって叶えることができて本当に嬉しいです。この賞をきっかけに絶対にもっともっと有名になります。皆さん本当にありがとうございました。はい、おめでとうございます。週刊プレイボーイ賞を受賞された宮本リオさんに今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして佐野総4代目、続きまして日野麗華さん、そしてクイーン大賞6代目グランプリに輝きました。ありがとうございます。清瀬真紀さん、さあ続きましょう。パシフィックフェアリーズとしてご活躍され、日本レースクイーン大賞8代目グランプリに輝きました。ありがとうございます。さあ続きまして林さくらさん、林さんは2018年リーステーションフレッシュエンジェルズ、そしてラジオテレビと、せっかくね、歴代のグランプリの皆さんいらっしゃってますので、はいはいはい、お一人ずつちょっと当時の思い出を振り返っていただきたいかなと思うんですけれども、はい、まずは、初代、もう初代は一人しかいません。もうグランプリで、グランプリの初代のグランプリを勝ち取った時のその時のお気持ちを今一度振り返ってみていかがでしょう。はい、まず何もわからないまま初代っていうかレースクイーン大賞が始まりまして、まあ、今年で10周年ということで時の流れの速さに驚いているんですけれども、なんだろう、自分が取れるっていうのは思ってなかったんですけど、気持ちを強くしていかないと負けそうだったので、最初からグランプリを取るぞっていう強い気持ちを持って挑んだので、緊張であんまりステージは覚えてないんですけど、本当に嬉しかったです。はい、今日はありがとうございます。改めて、はい、そしてそんな2年目を迎えた、はい、グランプリはいつも天真爛漫で、なんかいつもなんか苦しい思いとかしたことないのかなってくらい天真爛漫な立花さんだったんですが、その2年目の受賞、その時のお気持ちをお聞かせください。ちょっと一つ言っていいですか。はい、皆さんこんにちは、横滑りコケティッシュキャストこと立花咲です。改めて、まあ、その当時、投票してくださった皆様本当にありがとうございました。いろんな思いがあったんですけど、その当時、事務所が一緒で仲がいい南千奈ちゃんからここでトロフィーをもらえて、お互いこう顔を向き合ってこうなんていうんですかね、抱き合ったことがすごい印象に残ってて、そんなドラマがこの後も、まあ、見れるのかなというか見届けたいなと思います。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そして3代目グランプリ、アイリーンといえばプロのレースクイーンという言葉が一番、はい、私がグランプリを取った年は、2番じゃダメで1番しかダメですって言い続けた年だったんですけれども、本当に取れるかどうかはやっぱり不安の1年を過ごして、ここに呼ばれた時、私の時こんなに大きいステージじゃなかったんですけど今となってはすごい2階席まであるこんな立派なステージで発表ができてすごい羨ましいぐらいの気持ちなんですが、私の時は発表された時びっくりして、なんかサプライズをもらった気分になりました。で、私以上にスポンサーや周りのみんなが喜んでくれたことが本当に嬉しいプレゼントだったなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。それで佐々木さんは佐々木さんか佐々木さんが問題が勃発してるんですけど、佐々木さんでよろしいですか。どっちでも大丈夫です。いいですね、言いやすい方で言ってください。佐々木愛理です。ありがとうございます。はい、さあ、それで続きまして、はい、そして4代目のグランプリ、もう圧倒的な存在感を誇る、今でもそのチームに関わっているという、ね、きっかけにもなったと思います。レースクイーン大賞、その時のお気持ちを今一度振り返っていただけますか。
はい、2013年にグランプリを受賞しました佐野真綾です。ありがとうございます。私はその時コスチューム大賞のグランプリも受賞したすごくいい年になったんですけれども、ですね、昨年私はウェッジスポーツバンドのアンバサダーとしてまた再びサーキットに戻ってくることができました。それもその大賞のグランプリっていうあのことを残していたからこそだろうなと思っています。本当にこの歴代のグランプリのところに名前を連ねることができて本当に光栄です。ありがとうございます。はい、今日はありがとうございます。ご視聴いただきましてありがとうございます。はい、そして5代目グランプリ、いつも笑顔がとても印象的ね。嬉しかったことは何だったんでしょう。嬉しかったことですか。感想でもいいですか。その時に見事なさせていただいたんですけれども、3年目はその初めてグランプリを取りたい、本当に人生で一番嬉しかったです。はい、ありがとうございます。見事に答えていただきました。優しい質問でしたねと言われていたのでちょっと難しくしました。あえてそうしたんですね。はい、はいはい、持ち帰ることができたんですが、その時のお気持ちを聞かせてください。そうですね、私はそのグッドスマイルレーシングというレーシングを持ち帰ることができてとっても嬉しかったです。でもこれから受賞するグランプリの方はとっても嬉しいと思うんですけど、受賞できなかった方もこう皆さんと頑張った過程っていうのを大切に、胸に、しっかり残していってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。さあ、そして7代目グランプリの清瀬さん、多分同じチームがみんな人気のレースクイーンが集まるチームでした。とてもプレッシャーの大きかった年だと思いますが、その時の気持ちをお聞かせください。一言で済ませてステージ出たんで知ってるよ。いつも応援サンキューベリーマッチ。はい、マッチこと清瀬マッチです。みんな夢を叶えてくれてありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そして8代目グランプリの阿久津さんはチームにその年の三冠をもたらすことができました。その時のお気持ちをお聞かせください。皆さんこんにちは。まおまおこと阿久津まおです。ありがとうございます。2017年の年は新人賞とコスチューム賞とレースクイーン大賞グランプリと3冠を受賞することができました。応援してくれた皆さんありがとうございました。今すごいドキドキして受賞者の皆さん待ってると思うんですけど、グランプリ一番を目指して頑張った日々はすごいこれからも自分にとってすごい大きな自信になるんで、飛んじゃった。自信となります。はい、で私もう本当に一番ってすごいいろんな意味で重いと思ってて、2年経ったんですけど受賞してからもうどんどん重さを実感してきてます。自分にとってこの人生で一番の宝物なので、本当にグランプリを取らせてくださった皆さんありがとうございました。はい、今日はありがとうございます。はい、そして9代目グランプリの林さん、はい、一番フレッシュな気持ちで今ねここで歴代立っていると思うんですが、今、その受賞された去年のお気持ちをまずお聞かせください。はい、わかりました。去年の気持ちですね。はい、本当に今でもなんかこう私がこのステージに歴代のこうグランプリ獲得者の方々とこう肩を並べて立ててるのが本当に不思議で、やっぱり当時応援してくださった皆さんのおかげで私が今ここに立ててると思いますので、本当に去年のあのことは本当に私の一生の宝物だと思っています。はい、で歴代の方々がこうグランプリを引き継いでくださったので、こうして私も9代目のグランプリになることができました。そして10代目のグランプリの子にこれから引き継ぎさせていただきたいと思っております。ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、こちらでね、事情はこれ水村さんからいろんな質問が飛びました。ありがとうございました。ちょっと一番しちゃいますね。歴代グランプリ受賞者9名の皆様でございました。皆様盛大な拍手をお送りください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。まずまず本当にありがとうございました。皆さん大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にみんな圧倒的な存在感ですね。